ご紹介いただきました東京大学の前田でございます。副学長理事として通常は財務とそれから施設それから総務担当をやっておりますが、今日は救援復興支援室の室長としてご挨拶をさせていただきたいと思います。先ほど長澤研究課長からのお話にありましたように、3月11日の大震災で、およびそれに伴う津波によりまして、多くの方々の命とそれから未だに不明の方がおられます。これらの方々に本当に、お気の毒なことであったと、またこのご親族の方にも深い同情を申し上げたいというふうに思います。ただ通常の震災と異なりまして、福島第一原発の事故がその後に続いて起こり、周辺のみならずかなり広い範囲でこの今後の復旧活動をどういうふうにプランしていくかを現在、検討しているところでございます。で、この検討の一助にこのシンポジウムの講演会の結果がお役に立つことを私は記念しております。で、東京大学自体も、直接的な被害がございました。東京大学は岩手県の大槌町に国際沿岸海洋研究センターを持っておりまして、3階建てのコンクリート建てでございますが、全館水没、波打ち際にございましたので防潮堤も破られまして、幸いのことに、2日前に防災訓練で避難場所を確認していたところでもありまして、私どもの学生職員その関係者は命を救われたわけですが、ご存じの通り大槌町は行政の半分以上の機能を失いまして、その後、関係者の失われた命が多数あるということが分かりまして、これも深い私どもの傷跡になっております。しかし関東地区にございましたこの本郷キャンパスをはじめ柏、駒場は比較的被害が少なくございました。先ほど司会者から地震の際にはというお言葉がありましたが、上をなんか見上げられた方もおられたと思うんですけども、このシャンデリアは大丈夫でございます。で、この安田講堂は非常に不思議な力学的な構造をしておりまして、上が天井がガラス窓なんでございますが、これは実は一切被害がございませんでした。今回もで実は壁についてます普通の窓の方がいくらかやられまして、これも軽微なことで済みました。で、しかしそういう意味で私が実は災害の直後に、災害対策本部長を仰せつかったんですが、長野この施設の被害というのは比較的、軽微なものでしたが、実は今日のお話にあるような被災地にどのような支援ができるのかということが大学としての次のステップになるだろうということで、4月の16日だと思いますが、この救援復興支援室というのが設置されました。で、そこでは義援金を集めるということももちろんありましたし、今日のこのご発表になられるプロジェクトをはじめ、大学の教員が震災の翌々日から、自発的にいろいろな活動を開始いたしました。例えば工学系の、土木建築都市工学のグループは翌々日に声明を発表いたしまして、新しい国土の設計についての提案をし、官邸にその提案書を持ってまいりました。そのような活動をやっております。で、今81ほどのそのプロジェクトがございまして、大学のスペシャリストとして、起用できる部分を
自発的にやっていただいております。で、私は復興支援室として何をやっているのかと言いますと、そういうプロジェクトの、まあ、バックオフィスといいましょうかをするということで、遠野の市内に東京大学センターというのを設けまして、現地で活動の拠点として置いております。宮城県の方は東北大学と協力しながらお手伝いをするというやり方、それから福島県に関してはこの農学部が中心となるプロジェクトを支援させていただいております。で、農学部といいましょうか、農学生命科学研究科というのは当然ですけども、農業の、研究と学術研究ですね、でその、研究成果を活用した教育というものに責任を持っておりまして、農業というのは、まあ、釈迦に説法だと思いますが、まあ、食料生産の、技術と言ってしまえばあれですが、食料生産そのものであろうかというふうに思っております。で、これは我が国にとって必須の学術分野でありまして、でその学術分野の要となる農学部、農業科、農業生命科学研究科がこのようなプロジェクトをやられるということは大変意義深いことだというふうに思っております。で、今日はその専門性を生かしました内容、それから福島県の吉岡部長の方から現地の事情など4時間にわたってお話を受け止まれるというふうに聞いております。今後ともこれからしばらく長い道のりになるかもしれませんが、被災地の皆さんとともに私たちも進んでいきたいというふうに思っております。どうぞ今日半日ですがよろしくお願いいたします。